スタートしました。第96回箱根駅伝、令和初オリンピックイヤーの箱根路に21人が一斉に飛び出していきました。さあ3度目の区間賞なるかという1区、東洋大学の西山を先頭に今今日エントリー変更、青山学院大学の吉田啓太もその横に並ぶ形で、瀬古さん今スタートの飛び出しどう見ますか。吉田君いきそうですね。そうですか、西山君も良さそうだしね。ですね、21人の集団がまだスタートしてすぐという段階なんですけれども、瀬古さん見てますとちょっとこの縦になるのが早くなりそうな、そんな予感もありますね。いつもよりはペースが速いような気がしますね。そうですね、はい、先頭今5キロを通過しまして14分23秒、去年が15分9秒ですから、去年よりもこれ40秒以上速いというペースになりました。最初に遅れていったのが国士舘大学の荻原、そして次に先頭集団から遅れたのが今画面で大きく映っています順天堂大学の原田、この原田宗弘のが先に遅れたんですけれども、後から遅れてきた法政大学2年生の久能葵をここで抜き返しました。現在順天堂大学が18位、そして法政大学が19位。1万メートルのタイムで見ますとこの順天堂大学の原田の方がいいタイムということで、ここでタイム通りの走りをしてきました。先頭集団からは150メートル後方18位争いです。今10キロを通過しました。1万メートル28分48秒というタイム、渡辺さんいかがでしょうか。はい、まあ、非常に速いタイムだとは思いますけど、はい、早稲田の中谷君と東海大学の鬼塚君が今レースを作る形になっているんですよね、はい、ただこの2人がですね、こううまくこう使われているのかなっていう感じはするんですよ、そうなるとこう青学の吉田君とか明治大学の小瀬田君も今年すごい1年成長してきて、はい、区間賞候補なんですよね、このあたりが非常にこう余裕を持って後ろについて走ってるなって感じが見受けられますね。そうですか。先頭集団は中央大学の1年生の千森智弘もちょっと遅れてきました、はい、先頭集団は12人、まさに振り落としが始まっています。そしてここで初めて3年ぶりに箱根路に戻ってきました創価大学のエース米満蓮も前に来ました。この米満と鬼塚は大牟田高校の同級生、この2人が前を引っ張っています。今15キロを通過しまして手元の時計で43分14秒、43分14秒ですから、去年よりもやはり1分10秒ほど速いというペースで推移しています。さあいよいよ6号橋の上りにかかります。果たしてどうするか。前傾姿勢鬼塚、創価の米満前に出る、國學院の藤木も前に行きました、日体大の池田も前に行こうというところ、前傾姿勢になってちょっと明治の小袖が遅れました。明治大学の小袖が遅れました。先頭集団は8人、創価大学の米満が先頭です。これは完全に國學院大学の藤木浩太が前に出ました。國學院大学の藤木先頭だ。後ろを10メートルを追いやっていきました。ここで國學院大学先頭。國學院大学もこの箱根駅伝でトップで襷を渡したことは一度もありません。大学史上初めてトップでその母校の襷を後ろを振り返った、後ろを振り返った、ペースを変えました。創価の米満が仕掛けました。この集団の後ろにいた米満が仕掛けました。その後ろに中央学院の栗原、そして日体大の池田がついていきます。明らかに先ほどこの米満が仕掛けました。米満連であります。その後ろ栗原ちょっと苦しくなった、状態が触れてきました。さあその米満の前、藤木の姿もどんどんと遠くなってきます。あるいはこの米満が藤木を捉えるんでありましょうか。米満が帰ってきました。米満帰ってきました。なんという力、なんというスタミナ。今米満帰ってきた。先頭の藤木の後ろにつきました。さあこの後どうするか。さあ並ぶか、一気に行くのか。藤木は気づいたか。共にトップで襷を渡せば大学史上初めての快挙。どうだ米満、4年生の米満、2年生の藤木気づいた。並んだ並んだ、どうだ、前に出ました。首位交代、首位交代。鶴見中継所300メートル手前で首位交代。3年ぶりの箱根路創価大学4年生エース米満前に出ました。6号橋のふるい落としに耐え、最後力を残していたのは創価大学の米満です。令和初の箱根、まさに時代を超え創価大学の歴史がつながれる。創価大学初めて鶴見中継所トップで襷リレー。そして続いてやってくるのは往路優勝では國學院大学が2位で来ました。その差は5秒差。そして日本体育大学、東海大学がこの1号で襷を渡しました。中央学院大学は5位、早稲田大学最後の中谷、決勝表彰キャプテン太田につなぎました。青山学院、帝京大学続いていきました。
ここまでトップとは19秒差に8校続いていきました。創価大学見事に令和初の箱根初めて区間賞を獲得しました。そしてこの鶴見中継所に伝統校の2校見えてまいりました。志根そして藤井の襷です。まずは前にいるのは4年生駒澤大学の中村大成、第9位でやってまいります。中村大成待ち受けるのは3年連続の2区になります、4年生の山下一貴です。山下が読み寄せる。駒澤大学が9位で今たすきを渡しました。そして明治大学が続いて10位でたすきを渡しています。ここまで10チーム1分以内でのたすきリレー鶴見中継所です。今先頭1キロを通過しました。手元の時計で2分50秒。この先頭集団、創価大学のムイル、國學院大学のキャプテンの土方の後ろ、東海大学の塩澤、そして日本体育大学の山口和也もついて、先頭集団は4人の集団になっています。なんという光景でしょうか。まさに今年の学生長距離界を引っ張ってきた2人が箱根花の2区で並走です。画面手前、学生長距離界のエース相澤明、画面奥、東京国際大学のエース伊藤達彦、10月の予選会日本人トップ、チームのトップ通過に大きく貢献をしたこの2人です。5キロを過ぎたところで伊藤に相澤が追いつきました。5キロの通過、前を行く伊藤が14分18秒、そして後ろから来ました相澤が14分11秒と、共に両者とも非常に速いペースで5キロを通過しています。先頭集団はこれで6人に絞られて、渡辺さん、はい、國學院の土方素晴らしい走り、ずっと引っ張ってますね。そうですね、ペースを上げてはいるんですけど、前半のね、はい、これ5キロをこう突っ込んでいないんで、はい、2区の場合はですね、後半の15キロからの走りが大事なんですよ、はい、そういう意味では後半土方君の走りの方が伸びる可能性がありますよね。なるほど、体力はまだ温存しているしてます、ね、いうことですね、はい、山下を捉えました。相澤が前に行きます。さあここで初めて相澤が伊藤の前に出た。伊藤の前に出ました。相澤がさらにペースを上げました。伊藤もついていきます。伊藤もついていく。さあそして駒澤の山下はどうするか。山下はついていけるか。これで相澤は6人抜き、伊藤は4人抜き。これで東洋大学、東京国際大学が9位タイ。さらにこの2人の火花はまだ続きます。今集団が4人の塊になってなりつつあります。創価大学のムイルが少し遅れて、今國學院、東海、早稲田、青山学院、その後ろに創価大学という塊になっていました。この権太坂の通過のポイントに行きますと、今千代学院がその後ろに来ますけれども、現在のところでは岸本がこの、通過した中では最もいいペースで走っているというところです。そして今その後ろ7位で帝京大学の星岳、今順位を一つ上げて7位で通過しています。先頭ですが、ここで初めて早稲田のキャプテン太田が前に出ました。東海大学の塩澤、青山学院の1年生の岸本、そして渡辺さん、ずっと引っ張っていた國學院のキャプテン土方が下がりましたね。そうですね、ちょっときつくなって今休んでる最中だと思うんですけど。そうですか。そうですね、早稲田の太田君はですね、3回目なんですよね、この花の2区はですね、はい、そういう意味でのその経験がやっぱ生きてますよね。あ、そうですか。そうなんですよ。で、昨年度この区間でブレーキしたことによって早稲田シード権落としてますから、はい、この区間で自分が走ってリベンジしたいというのはあると思いますね。なるほど。先頭集団4人、そして創価大学がいて、その後ろ6位に上がりました帝京大学の星岳、中央学院大学の川村優斗が抜かれました。6位帝京、7位中央学院大学です。そして平川さん、はい、1区では非常に暑いという話がありましたが、この2区に入って日が陰ってきまして雲がかかりました。体感では随分気温が下がっています。ですのでこれは暑くなりませんので、キー記録が出るんではないかと、そんな気象条件も味方してきそうな箱根路になっています。さあ伊沢、その距離が縮まった。フラッシュイエローのパンツ、中央学院大学川村優斗との距離が縮まりました。この川村を抜けば相澤は7位浮上、実に2区で7人抜き。さあ苦しい苦しいこの上りで前に出ました、前に出ました。東洋7位浮上、7人を抜けました。相澤明、20キロの通過でも1時間6分45秒は十分に切れる、そのペースで相澤は駆け抜けていきます。先頭です。初めて青山学院の岸本が前に出ました。首位に青山学院が立ちました。初めて青学が先頭に立ちました。今たすきをかけ直しました。渡辺さん、どうでしょうか。そうですね、もう1年生とは思えない走りですよね。はい、これだけの走りが大舞台でできるっても素晴らしいと思いますね。残り 400m だ。先頭に立ったのは青山学院の1年生岸本博則。鶴見中継所では7位でたすきを受けましたが、
なんと先頭に立って戸塚中継所に飛び込もうとしています。さあ口が開きました。最後のスパート、後ろから早稲田、東海、國學院持ってくる。さあ右手を上げた、ガッツポーズを見せたのは1年生の岸本博之、待ち受ければ4年生キャプテンの鈴木孝人。青山学院大学今トップで襷を渡しました。その次早稲田、そして東海、國學院大学も行きました。1年生の岸本が1時間7分3秒。さあ相澤がやってきた、相澤が襷を渡しました。1時間5分台が出ました。1時間5分57秒、区間新記録。さあそして東京国際今ヴィンセントスタート、伊藤達彦も頑張りました。さあ相澤晃、1時間5分台、史上初、歴史が変わりました。さあそしてその後ろ、中央学院大学がやってきました。中央学院大学は4年生の川村優斗、そして待ち受けるは3年生の戸口健。その前に先に日体大が出ました。日体大山口和也が襷を渡した。中央学院が、そして10位で今襷を渡しました。3年生の戸口健に襷が渡りました。そして拓殖大学、レメティキが来ました。レメティキが来ました。レメティキが今11位で襷を渡しました。6つ順位を上げました。そして明治が12位で今襷を渡しました。ここまでトップの青山学院とは1分27秒差。さあそしてその後ろ、苦しい表情になりました駒澤大学、4年生の山下一貴、4年生3年連続の春の陸、今左手で襷を取って待ち受けるはスーパールーキー田澤廉。さあ山下から田澤廉が今スタート、田澤廉が今スタートしていきました。ここまで13位駒澤までが襷リレーを終えています。はい、こちらが6位争いになりました。8位で戸塚中継しました東京国際の留学生ヴィンセントが今創価大学の原富義樹、そして東洋大学の吉川博次を抜きまして、これで6位に上がりました東京国際大学です。先頭青山学院キャプテンの鈴木孝人、そしてその後ろに早稲田大学1年生ルーキー今日エントリー変更の井川龍斗がつく形、そしてその後ろに東海大学、國學院大学といったところがこの隊列、少しその距離は離れてきてはいますが、ご覧のように今推移しています。さあ見てみますと瀬古さん、鈴木が随分と差を広げてきてますね。まあ、力から言えばね、鈴木君のが上ですからね、まあ、医学1年生なので、はい、まあ、ここはあんまり無理しないで行った方がいいと思いますね。さあ今田澤が前に出て12、一つ順位を上げました。さらにこの前には明治大学、拓殖大学、中央学院大学、いやもう距離としては 100m 以内に3校が見えている田澤、海岸線までに、あるいはその順位変動があるかもしれません。横から来ました、こちらが5位で襷リレーをした帝京の2年生遠藤大地、中野監督が非常に期待を寄せるこの遠藤に抜かれまして、東海の副キャプテンの西川雄一郎、この2人の並走です。その前に早稲田がすぐ前にいます。早稲田の1年生の井川龍斗が間もなく追いつこうというこの2人です。その前に順位を上げてきました東京国際のイエゴン・ヴィンセントがいて、そして國學院先頭の青山学院という現在のこの辺りの隊列になっています。はい、平川さん、はい、とんでもない1年生かもしれません、令和の怪物田澤廉、青森山田高校出身、その田澤廉が拓殖大学のキャプテンエースの赤崎、そして明治予選会日本人4位の手島を見るうちにこの前に出まして、その2人を置いていきました。これで駒澤大学4人抜き、田澤が4人抜き、これで9位に駒澤大学です。とんでもない1年生です。残りがもう5メートルほどになってきました。東京国際大学この3区で先頭というのは創部9年目、もちろん初めての快挙です。今ヴィンセントがひたひたと追ってきました。ただ渡辺さんもおっしゃっていましたが、かなり突っ込んで入っていますので、この後どうか、あるいはまた大きく後ろを振り返りました。ちょっと笑顔です。やっぱりヴィンセント、あ、前へ行ってくださいというような笑顔で今鈴木孝人がヴィンセントを前に行かせます。鈴木がヴィンセント前に行かせて、また表情が変わった。これで表情が変わりました。さあこれで前に行かせてスイッチを入れたというところでしょうか、渡辺さん。そうですね、ただ鈴木君もですね、これ自分がいい走りをしているのよく分かってるんですよね、はい、相手がもう明らかにも格上だっていうのはもう分かってますから、これも自分のペースでやっぱり行った方がいいでしょうね、だからあの笑顔になってるわけですね。駒澤大学の1年生田澤廉が追いつきました。これで現在
7位集団は3人。さあそして田澤が前に出た、前に出た、なんというスピードだ。あっという間に2人を置き去り、ここで田澤が6人抜き達成。7人目のターゲットは同じ1年生早稲田の井川。さあ田澤が前に出た、これで駒澤大学6、駒澤大学は6位です。國學院大学が2位に今上がりました。青木が抜きました、前に出ました。青山学院3位に落ちました。さあ青木が前に出て、ただ鈴木ももう一度その目に力が宿ったか、歯を食いしばった、時計を見た、ついていきます。共に4年生最後の箱根駅伝、これまで2度ずつ箱根を走ってまいりました。4年間の集大成、さあ今度は食らいついていく、鈴木が食らいついていく。どちらがこの後平塚中継所に向けなんとか主導権を握っていこうという思いが強いんでありましょうか。両者のペースが上がったように思います。さあ歴史が変わる瞬間をご覧いただきましょう。まさに59分台、1時間を切るとてつもないタイム。ヴィンセントやってきた、右手を振った、佐伯朗に今たすきが渡りました。59分25秒、なんという区間新記録でしょうか。1年生ヴィンセント、左手を上げる余裕がありました。最後の箱根駅伝、今リレーゾーンにも姿が見えた、笑った、キャプテンの鈴木が笑った、手を挙げた吉田優也4年生。さあ陸上はこの箱根駅伝で最後です。挑戦者の青学は強いと思います、そう話したのは鈴木貴人キャプテン。さあ苦しい走りになった2位で今青山学院小田原へ向けてスタート、そして國學院が3位で襷を渡した。5区には浦野が待っています。続いて直線道路やってきました帝京大学です。帝京大学鶴見中継所では8位でしたが、ポジションを4つ上げました。顎が上がっているがキャプテンの岩佐に今たすきが渡りました。2連覇を狙う湘南の暴れん坊、この湘南の海岸線でさあこの東海ブルーが輝くことはできるか。4区で待ちます。全日本大学駅伝 MVP 名取亮太、満を持して今スタート。田澤がやってきました。歯を毎一文字に口を結びまして苦しい表情、口が開いた、たすきを取った。さあ令和の怪物、初めての箱で走り終えた小島海人へと襷が渡りました。その記録は1時間1分24秒、去年までの区間新記録、彼田澤廉も更新しています。先頭東京国際大学3年生、兵庫県は稲美町出身の佐伯亮、1キロの通過が2分47秒です。平塚で1分21秒差の2位で襷渡しをしました青山学院大学の4年生の吉田優也です。4年生ですが、これが最初で最後の箱根駅伝になります。卒業後は一般企業に就職します。その後ろ國學院大学のこちらは1年生中西大が双子の、弟になります。双子の兄弟でエントリーしてきました弟の中西大がです。大体5秒から6秒の差です。前を行く東京国際の姿、あるいは1号車の姿というのはまだ見えていませんが、1キロ2分45秒ぐらいで入った、非常にいいペースで入っています。初めての箱根路に踏み出しているこの吉田優也4年生です。往路優勝3連覇を狙っている鉄紺のたすき、東洋大学が苦しんでいます。現在10位です。4年生の渡辺壮太、先ほどは2区で相澤が区間新もありました。この渡辺壮太ですが、3キロの通過が8分41秒、坂井監督からはいいぞと、このピッチで10キロを目指そうという声がかかりました。なおこの東洋大学の前、目を転じてみますと、だいたい100メートルくらい前に明治大学、早稲田大学、創価大学の3校がいます。果たしてこの東洋渡辺壮太はその3校を捉えて7位までジャンプアップすることができるでしょうか。さあその後ろに青山学院の吉田優也、この吉田優也は4年生にして最初で最後の箱根駅伝、いつも11番目の選手でした、そう話をしていました。10人しか走れない箱根駅伝、いつも11番目、涙を飲んできた吉田優也、今その後ろにつきました。もうこの箱根駅伝を終えれば陸上を離れます。その吉田優也、青山学院大学首位奪還、先頭に立ちました。最初で最後の箱根駅伝、4年生吉田優也、青山学院大学のフレッシュグリーンの襷を先頭に再び蘇らせました。今後ろの前田監督からも指示が出まして、いいか浦野にできるだけ前で渡すぞ、ここから絞っていくぞと、青学は区間新ペースでいってるがなんとか食らいついていこうという声がこの1年生の中西大也に後ろの前田監督からかけられていました。東海大学3年生名取亮太、帝京のキャプテン4年生の岩佐一生です。
33秒、先ほど中継所では帝京が前にいたんですが名取が追いつきました。4位争いを繰り広げています。全日本大学駅伝 MVP アンカー8区トップに立って16年ぶり2度目のフィニッシュテープを切りました。あの黄金世代と言われた4年生と一緒に走りたい、そう思って入学して迎える黄金世代と迎える最後の箱根駅伝、3年生の名取、一方の岩佐、これが最後の箱根駅伝、4年間箱根を走ってまいりました。さあ4年生かあるいは3年生か、どちらが先に小田原中継所に飛び込んでいくんでしょうか。こちらは箱根駅伝デビュー東京国際がいて3位の國學院、1、2、3、先輩たちがそれぞれ大学記録を更新する走りを見せました。箱根駅伝デビューの中西大雅、前田監督はいいか、先頭まで1分だ、1分ならこの後僕浦野で逆転できる、最後絞り出せ、来年はお前がエースだ、そう言っていました。さあ浦野にどのぐらいの差でつないでいくでしょうか。箱根駅伝創設100周年の今年、箱根から世界へ、これを体現しようと快走を見せ好記録を連発している今大会。しかししかし、これが陸上最後のレースと決めた吉田、笑顔を見せました。陸上最後の作品がこの箱根駅伝、見事な走り、見事な記録になりそうだ。拳を突き上げて、さあ青山学院がトップで小田原通過していきました。1時間飛んで30秒、区間新記録誕生。おたけびを上げた吉田、あの東洋大学相澤の記録を24秒大幅に更新。東京国際は小田原通過の最高順位は前回大会の10位、往路の最高順位も12位、大幅に更新。さあ2位で東京国際タスキリレー、先頭の青山学院と、さあ1分2秒差。さあそして3位に國學院大学、國學院大学1年生の中西大雅、2年生の浦野雄平、区間記録保持者がさあ満を持してスタートしていく、前にはわずか2人しかいない。今スタート、2分以内ならば十分逆転可能と、そう話していました。1分28秒差、往路優勝、國學院の往路初優勝に向けて射程圏内、射程内です。さあそして4位5位争い、帝京大学と東海大学だ、並ぶように咲いてくる、先には東海大学、名取裕太から西田武史へと今たすきを渡る、そして帝京大学が今5位でたすきを渡されました。さあ東洋大学、中央大学、さあほとんど差がない状態で、まず東洋大学がスタート、続いて中央大学もスタートしていきました。東洋大学渡辺壮太から宮下隼人、そして中央大学は池田寛太から宇根拓夢へとたすきを渡れました。はい、5区が始まっています。3年ぶりの往路優勝、そして2年ぶりの総合優勝を狙います。青山学院大学、5区山上りは初めて2年生の飯田貴之、1キロの通過は2分50秒で入っています。國學院の浦野です。去年区間新記録、5区山の神、平成最後の山の神浦野が26秒先にタスキリレーをした東京国際大学の山瀬大成2年生を間もなく捉えようというところです。まもなく 2.5キロ、1キロの入りは2分47秒で入りました。この浦野です。東海大学の西田武、帝京大学の平田光志郎、この2人が今並ぶように関連同門の前を通過していきました。東海大学は小田原中継所では先頭青山学院からは1分58秒差、ただ今少し10秒ほど離されたでしょうか。小田原から帝京大学の平田光志郎と 4.5 キロまで並走していましたが、 4.5 キロを過ぎまして本格的な上りになりまして、西田が一気に突き放しました。やはり上りに入ってから明らかにギアが変わりました。西田武史です。この浦野登っているんですが、19キロ、まあ、ほとんど平地と変わりないそんなスピードで登ってきています。5キロの通過が15分16秒でした。後ろの前田監督から浦野、去年より18秒いいぞと、そう声がかかりました。理工学部2年生の宮下隼人です。山梨県は富士吉田市、まさに起伏山のあるところで育ってまいりました。そこで育てたその見脚によってこの箱根の山をまさに制覇しようとしている。初めての箱根駅伝、初めての山登り、さあ今日大と順大を捉えまして一気に前に出ようというところ、日大の広田正樹が今ちらっと左を見ました。つくことはありません、前に出ました。これで東洋大学が12位に上がりました。
4区区間新記録を出しました吉田祐也の勢いを受けまして、初の山登り挑戦、2年生飯田貴之が今小涌園前を通過していきました。あ、今青木が前に出た。今青木涼真が前に出ました。前回は5区2年連続の区間賞ならず区間3位でした。今回は、まあ、もらった位置が18位ということですが、これで16位までたすきを押し上げました。はい、小涌園どうぞ。小涌園前です。小涌園前には2チームが競るようにして登ってきました。紫紺のたすき、明治大学、そして往路最高成績がこれまで9位の創価大学です。100年前第1回大会の往路優勝校明治が今回は7位、順位を2つ上げて通過していきました。さあその2校を追っていきますのが9位の早稲田大学です。前回は直前の怪我で走ることができませんでした。3年生の吉田匠が今通過していきました。今11位が変わりました。東洋大学、宮下隼人が今中央学院大学を抜きました。宇根歩、双子のお兄さん歩を抜きまして、今東洋大学が上がりました。14位で助けを受けましたから、これで3人抜きということになりました。96回目を迎えました箱根駅伝、渡辺さん、はい、青山学院が強さを見せましたね。そうですね、やはりあのスマートの選手が多い中で今日は全員ががむしゃらさの走りを、ね、身につけて、ね、ここまで来ましたね。やっぱ負けたことによって、はい、やっぱりチームが組織がなんか変わったような気がしますね。そうですか。9月にはおばあさんを亡くしてショックを受けた、家族のためにも走りたいと話していたこの飯田貴之、家族を勇気づける、チームを勇気づける素晴らしい5区山登りになりました。さあ最後のカーブを切ろうとしています。青山学院大学、3年ぶり4回目の往路優勝をもう目の前です。青山学院大学、3年ぶり4回目の往路優勝、そのタイムは5時間21分17秒、往路新記録、往路新記録での青山学院大学3年ぶり4回目の往路優勝、そして飯田貴之区間新記録。今國學院大学、大学史上最高の往路2位でのフィニッシュということになりました。最後は手を合わせましたこの國學院大学。國學院大学も往路新記録を更新するタイム、東京国際大学、大学史上最高の3位で往路フィニッシュ、そしてその後ろ東海大学、今4位でフィニッシュしました。予選会4位通過の明治大学が今往路5位でフィニッシュ、そしてそのすぐ後ろ6位でフィニッシュは帝京大学です。明治がトップと5分55秒差、その後ろ4秒で帝京大学が6位でフィニッシュということになりました。そしてその後ろ創価大学です。創価大学がこれまた大学史上最高の7位でのフィニッシュということになりました。これまでの最高は93回大会の9位、それを上回りました。そしてその後ろ駒澤大学が今8位でフィニッシュ、吉田匠が2年分の思いを込めて今9位でフィニッシュ、早稲田大学が9位でフィニッシュです。オレンジ色のユニフォームが見えてまいりました拓殖大学です。石川芳樹3年生今10位でフィニッシュ、そして11位で東洋大学が今11位フィニッシュ、中央学院大学12位でフィニッシュということになりました。今往路12位までの大学がフィニッシュをしています。さあ東洋大学宮下は区間新記録、1時間10分25秒、これまでの國學院大学浦野雄平の1時間10分54秒を3人が上回るということになりました。では見事に往路優勝を果たしました青山学院大学の皆様です。大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。まずは原監督、3年ぶりの往路優勝を取りました、いかがですか？いや素直に嬉しいですね。今年は新体制始まってシードすら取れないぐらいのレベルの学生たちだったんですね。1年間本当に今日のためにトレーニング頑張ってくれました。往路記録を5分更新する高速レースになりました。今日の展開というのはどのようにご覧になってたんでしょうか？はい、何よりも大学スポーツ界のレベルアップに私どもの青山学院が少し貢献させていただいたこと、これはすごいことですね。学生たちに本当に感謝します。まあ、1区から、超ハイペースの中でですね、5区間とも青山学院の学生よく耐えてくれました。では明日の復路に向けてもお願いします。はい、
総合優勝しなければ終わり良ければ全て良しになりませんので、やっぱり指数をですね、ゴールでは 500% に引き上げるように、福呂もチーム一丸となって戦っていきたいと思います。今日はどうも応援ありがとうございました。おめでとうございます。原監督でした。続いて選手の皆さんにお話を伺っていきます。1区走りました吉田啓太選手です。王座奪還を狙うスタート、緊張はありましたか？そうですね、久しぶりの1区っていうことで本当に緊張したんですけど、本当にチームのみんなが頑張ってくれたので本当に嬉しいです。トップから18秒差でタスキをつなぎました。こう食らいつきましたね。そうですね、本当に15キロ過ぎからずっときつかったんですけど、やっぱり2区の岸本に少しでも楽な位置で走らせてあげたかったので、まあ、最後なんとか、食らいつけたのは良かったかなと思います。そしてその2区、1年生にして花の2区を任されました岸本博之選手です。圧巻の走り振り返ってください。まあ、そうですね、K さんがいい位置で、まあ、前が見える位置で渡していただいて、まあ、前半ちょっとハイペースで入って、まあ、すぐ追いついて、まあ、そこから集団についていって余裕を持っていって、でまあ、20キロ過ぎの上り坂で、まあ、周りの他大学の選手の顔が来そうだったんで、これはいけるなっていう風なのを思って、まあ、ラスト1キロ過ぎで出たっていう感じですね、はい、タイムもですね1時間7分3秒、これは2区の日本人1年生記録を1分以上更新しています。タイムについてはどうですか？まあ、そして素直に嬉しいですし、まあ、ここからさらにまあ成長していって、まあ、チーム支えられるような選手になりたいなというふうに思います。続いて3区、鈴木貴人選手です。途中後ろから来るヴィンセント選手をこう先に行かせるなど、こう冷静な判断がありました。あれは作戦通りですか？そうですね、監督から、まあ、ついてけって言われてた中でいざついていこうと思ったんですけど、もうペースが全然違ったので、でも僕はいいペースで走ってたので、とりあえず本当にライバルである東海大学に負けないようにというか、それだけを思って走ってました。素晴らしい流れを作りましたね。そうですね、本当に1年間苦労して、キャプテンとして何もチームに、走りで見せれなかったので、最後本当にそこだけは最後キャプテンの意地じゃないですけど、ケータと、岸本が本当にいい位置で来てくれたんで、ユーヤ、飯田と往路優勝絶対できるっていう位置で渡したかったので、それができてよかったです。キャプテンとして明日の復路を走る選手にもメッセージお願いできますか？そうですね、6区7区とまた初出場の同期が走ると思うので、そこがキーだと思うんで、この流れを一気に加速させて、総合優勝を勝ち取りたいと思います。そして4区を走った吉田祐也選手は今この芦ノ湖に向かっている最中だということです。そして5区を走りました飯田貴之選手です。吉田選手に続いての区間新記録、この手応えというのはありましたか？そうですね、71分台というものは出るって思ってたんですけど、まさか自分が70分台で走れるっていうのは思ってなかったので、まあ、自分の力以上の走りができて、まあ、今はホッとしています。その自分の力以上のものが出せた要因というのは何だったんでしょうか？やっぱり4区までの選手が、まあ、本当に貯金を作って僕に渡してくれたので、もう本当に周囲を奪われる走りはできないなって思ったので、それで本当に勇気をもらいました。往路優勝のフィニッシュテープを切った感触というのはどんなものでしたか？まあ、そうですね、やっぱり、まあ、今まで本当に頑張ってきたのが本当に報われた瞬間だったので、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。見事往路優勝を飾りました青山学院大学の皆さんです。おめでとうございます。